明けましておめでとうございます、はい。明けましておめでとうございます。こんにちは、ちょうかりんです。ポッドキャストしのけんの教えて、篠崎先生、今日は第三十回です。篠崎先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おお、三十回まで来ましたか。そうですね。<laughs> えー、頑張っていきましょうね。百回目指しましょう、百、はい、回。<laughs> はい、どうぞ。はい。今日は四十代デビュー前の男性の方から、このような質問をいただきました。 この方は中国の方かな、はい、名前から知ったら、そうかもしれませんね。そうですね。はい、日本人ではないですよね。はい、はい。じゃあどうぞ。はじめまして、〇〇と申します。今年の4月から日本語教育420時間の通学コースに通っています。周りの方との大きな違いは、母語が日本語ではなく中国語です。勇気がある人なのか、無謀。 無謀なのか、近頃、自分もよくわからないような気がしてきました。かっ笑い。素晴らしいですね。素晴らしいですね。あの、<laughs> 私も、あの。検定試験対策セミナーを東京とか大阪とかね、福岡でやってるんだけども。はい。あの、時々ね、やっぱり、ね、あの、外国籍の方が受けに来られるんですよ。はい。うん、で。あの。で、結構しっかり解いて、問題も解いて、理解してたりするんですよね。 すごいなと思ってですねただこの海、海外から来た方が420時間のコースを学ぶっていう、まあ、日本語教育を勉強するっていうのは、やっぱり国に帰って、日本語教師を目指すっていうのがあるからか、ね、そうかもしれませんね、うん、国にずっといたら、やはり日本で学ぶよりは、日本語の能力がなかなか伸びないのが現状なので、うんうん、実際、日本に来て学ぶのが一番 いでは、それは <laughs> あの日本語教師の勉強をして、国に帰って日本語の先生になるってことかな。はいあ,あとね、420時間のコースをに通うってことは、おそらく国内の日本語学校に就職するっていうことも考えてると思うんですよね。そうですね、うん、であの特に、えー、っと都心の学校だと、日本人の教師だけじゃなくっての、中国語、まあ、学習者が中国人が多ければ、 中国語語の日本語教師あに、中国人の日本語教師とか、はい、韓国人の日本語教師とかっていうのもね、あのーえー、と教師で就職するケースって、まあ、あるっちゃあるんですよね。はい、うん。そういうのを目指してるかもしれないですよね。そうううですね。うん、どうぞ続きでしょうか、はい 先生のメルマガを配得し始めたのが9月頃で、うん、同じクラスの方に教えてもらいました。うん、電車の時間にメルマガを読ませていただき、有効な時間活用ができて、本当にありがとうございます。検定問題はもちろん、今日の名言はとっても気に入って読んでいます。ここね、結構ねあの、ファンが多いんですよね。私もあのあの名言読みながらですね、あの その日の一日を振り返ったりんかしてますね。はい、結構いいですね。うん。はい。大変恐縮ですが、メールをさせていただきます。うん、ここから質問ですね。はい。うん。実は最近、実習関係で教案を書くことになりました。うん。この頃、先生のメルマガに初級教案について記事が多かったので、興味深く読んでいます。うん。うん、教案を考えるよりも、運用。 運用方法を考えるということを読んで本当に素晴らしいと思いました。うん、コピペとまでは言いませんが、先生がもし共案のいい参考サイトをご存知でしたら教えていただけませんか勉強させていただけたら幸いです。長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。うん、なるほど。はい。これはですね、まあ、私もメルマガで書いてたんですが、あの、 私がですね、セミナーをやってまして、それが初級文系導入の授業準備を短縮するワークショップということで、はい、副題が、副題がすごいんですよ。まずは1時間以内、そして30分、はい、最速10分。10分はさすがに、すごいですね <laughs>、うん。でもこれね、実は、はいあの、0分っていうのがあるんですよ、実はこの先に。え つまり、ポロの先生だったらもう準備せずに授業ができるっていうことですかね。というよりもね、もう、ねはい、初級文系導入の授業そのものがなくなるという。というのがあって、まあ、まあ、セミナーでも話したんですけど、結局ね、あのー、文法が理解できればいいわけでしょ。はい、だったら、今もういろんな文法の翻訳 各国語訳の解説本があるから、はい、それを授業に受けに来る前に読んで理解しときなさいと。あそれいいですね <laughs>、うん。で、それで、その、で、実際の授業では、それを踏まえた上で、コミュニカティブな活動をしましょうと。はい。うん。まあ、でそれで、その、準備もその翻訳のえ、各国語訳の、えー、文法解説帳もあるし、今ね、教材によっては、文法の説明を動画で配信して、はい。 でそれを授業の前に見て、で、それで授業では、その、さっき言いました、コミュニカティブな活動をするような、そういう構成の教科書も出てきてるんですよ。はい。こ、うん、れは反転授業っていうんだけど。すごいですね、効率的に。うん。とすると、もう、初級の文系通りの授業っていらないよねい。そうですね、そうなりますね。教師がしなくていいよねっていうことなんですよね。はい、で、ただ、今ね、今の現状から言うと、あのー、 大体の日本語の先生方っていうのは、まず初級の文系導入の授業を経験して、ではい、そこからその次に、例えば中級の授業とか、上級の授業とか、こう進んでいくわけね。はい。ところが、その初級文系導入の,その授業の教案を作るので、あの、もうそこでダウンする先生が非常に多くて。確かに。 文法っていう文系が一番難しく私も感じています。あそう、はいうん、でね例えば SNS とか読んでてると若手の日本語の先生が「もうこの教版作成で疲れ果てて <laughs> 日本語教師やめます」と。<laughs> そこまで <laughs>。<laughs> もう体が持ちませんという、はい、そのなんていうかな の心の叫びみたいなね <laughs>。結構、ツイッターとかね、出ていて、これは、これはいかんということで、まあ、こういう初級の授業準備を短縮するワークショップっていうセミナーをね、まあ、ワークショップをね、私やってるんですよね。はい。でそこで、私が言ってるのは、まあ、最初は、あの、教案は作るのは大事なんですよ。はい。それで言うと、授業の準、授業の手順がわからないから。はい。うん。あるいは、その、語彙のコントロールと言いますけどね。 学習者がわからない日本語を思わず使ってしまったらあんまりよくないでしょそうですね、うん。だからそういうのをちゃんと一回はその台本を作って自分の日本語語彙のコントロールがちゃんとできてるかその初級の文系同意の授業の進め方がちゃんとできてるかっていうのを確認しながら授業に臨むというのがこれ大事なんですよ。はい。だからそれはずーっとする必要ない。はい。ずーっとする必要なくてある程度あ もうその初級の文系同意の授業ってのはこれやって、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 大体もう大枠が自分の中でできた。はい。で、語彙のコントロールも、まあ大体できる。ああ<ー>。となったら、はい。いちいち書いてる時間が、その時間がロスなのよ。はい。それよりも、だったら、まあ、あの、教案書かないで、ある程度、例えば、教科書に、あの、もう大事なことは書いといて。はい、うん。私が言ってるのは、教科書が私の教案。 はい、言んだけど、はい。書いといて、で、それで、その後、まずリハーサルの方に、ですね、あの、なんていうかな、えー、時間を割くと。はい。うん。やっぱり、やっぱり繰り返し、実際自分の体を動かして、あの、やらないとね、例えば、共案を一回作っても、実際やってみたら、共案通りにいかないとか、はい。共案のここは良くないとかってあるから、そこを、やっぱり、リハーサルをもっとしっかりやって、で、 授業を練っってていくってことが大事なんですよねわ私もそういう教師になりたいですね、うん、いつかは、うん。そうするとあの、なんていうかなあの、実際に教室行った時もも、ね、こっちで事前にリハーサルしてるわけだから、はい、だからこの学生さんにこの言葉を言ったらきっとこう返してくるから、じゃあこういうふうに言い返そうとか <laughs> 予定通り。予定通り。もう予定通り、予定 <laughs> いね。できっとこういう、この絵カードはこのタイミングで出したら学長者は分かってくるだろうとか、や、はい、ったら予定通りでなんてってくるかな。 そうするとね、授業が楽しくて、でそういうのは無理がないということになるわけなんですよね。というのを踏まえての,あのご質問ということですね。で、でじゃあ、まずその教案を一番、教案を早く作る、はい、最初の、まあ、まず1時間以内に済ますということで、早くあの作る一つのコツが、自分で一から考えてやるんじゃなくって、ネット上にあるリソースとか、あるいはまあ書籍の,の指導書とか、教え方の手引きだとかっていうのからですね、 あのアイデアをもらって、教案にコピペする。<laughs> <laughs> 先輩たちの成果を <laughs>。そ,そ,そう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 。はい、やっぱそれがあの、悪いわけじゃなくって、それが先人の知恵だから、はい、でしょそれはやっぱ使わない手はないし、それを使ってほしいから、そういう指導書が出るわけだから。ありがたくいただきますありがたくいただいて。で、それに自分なりの味付けをちょっと加えるぐらいだったらいいわけじゃないですか。私はは最初コピュー 上等って言いますけどね。もう、完コピぐらいでもいいんですよで。それで、それをリハーサルやってみたら、特に経験の浅い日本語の先生は、あなるほど、こうなのかと。はい。紙面<の>、はい、だけで分かんなかったけど、体を動かしてみたら、なるほど、よく分かるってことが実際体験できるわけですよね。はい。うん。っていうのをやっていただくということなんですよね。はい。で、で、まあ、どんなサイトがあるでしょう、うんですか長くなりましたが、どんなサイトがあるかと言いますと、 えっと、3つ紹介しましょう。まず1つはね、えー、日本語教師の、えー、これ N1ET って書いてあるんですけどね、えー、日本語教師の N1ET、教案、えー、初級文系等、みんなの日本語の導入、練習、活動例という、というサイトですね。はい。うん。実はですね、本邦初、えー、スタジオ内にノートパソコンを持ち込んでのですね、<laughs> 今、その、 えー、実際サイトを見てるんですがどんなサイトなんでしょうこっちですね。こんな感じで、よこれもあの皆さんも見ていただければ、日本語教師の N1ET という、多分読み方、多分違うと思うんですけど、<laughs> <laughs> サイトが出てきます。そうすると、このように、目次があって、まあ、初級で役立つ、えー、初級に出てくる教案の、お タイトルですね、例えば、えー、4.3とか、ここそこ、あそことありますけど、ここをひクリックすると、ですね、その、共案が、あここかこ,こそこ、あそこ、ここか、さらにここをクリックすると、た <laughs> 多分ここって <laughs> あの聞いてる人はどこなのよって思うかもしれませんが、まあ、これ、画面を見れば分かりますが。がすると、 お、詳しいですね。うん、まず、教師用メモってのがあって、ここちょっと気をつけてくださいね、みたいなのがあって、教案はあって、ここは場所です、みたいなね。あって。で、説明があって。うん、説明があって、これやって、これやって。で、例文もあります、うん。トイレ、トイレはどこですか教師が言ったら、学習者がトイレはあそこです、みたいなね。出てくると。これ結構詳しくていいよね、と。いいですね。うん。これを、 えー、まずは、カンコピする。カ <laughs> ン <laughs> コピしてやってみる。やってみる。やってみたら、あの、うまく自分、ご自身の中ではまれば、ピタッとそれ使えばいいし、ちょっとここは学習者がこういう学習者だから、この例文ちょっとここだけ変えた方がいいなと思ったら、そこだけちょっとだけ変えたらいいんですよね。はい。うん。でもそれだけでも相当時間の短縮にはなると思います。そうですね、かなり。うん、で、次がですね、はい、えっと、これは、 ユービックっていうところが出してたかなが出してた日本語教師の教案というはい、うん、のがあります。これも、えー、例えば、これ、それ、あれ、ニカの教案ですけど、これも結構細かく、もうこっちはですね、教師と学習者のやりとりが非常に細かく書いてあるんですよね。そうですね、うん。教師がこれ言ったら学習者はこれ言う。で、教師がこれ言ったら学習者言う。 多分これを慣れない人は、このまあセリフというか台本を作るのに時間がかかるっていう部分もあると思うんですよね。はい。ここをよく見もう完コピする。そのまま使いますね。<laughs> そのまま使ってみてくださいという。う,うん。あとはですね、日本語教材図書館というサイトもあります。日本語教材図書館。<お>うん、はい。ここも、えー、教材も配布してますね。そう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 。なんか教材配布室みたいなのもありますね。 詳細ページほら、こういうふうに、これも、まあ、えー、第2課何の雑誌あって、えー、文系内容、使い方あって、で、教師、学習者、まあこれ、これは学習者同士かな、の会話があるから、これをまずは、完コピーする。はい。で、そのとりに、まず、教師陣がやってみる。はい。ってことですね。はい、はい。そして、そのまず、そうやって、できるだけ、教案を作る時間を短くして、リハーサルの方に、あの、 なんとかね、時間を抑えてもらった方が、はい、あの、いいと思います。はい。はい、ね、頭だけで考えても、頭で考えるだけではないですね、なかなかできないと思いますね。はい、ぜひ参考にしてください。ポッドキャスト、教えて、篠崎先生、第三十回でした。篠崎先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のポッドキャストはいかがでしたか。 番組では篠崎大使への質問をお待ちしておりますウェブサイト篠研日本語教師篠崎大使研究室にあるフォームからお申し込みください URL は w w w k a n j i f u m i j p www.kannjifumi.jp です この番組は提供株式会社シノケンプロデュース篠崎大師番組協力コロランテナレーション太田由紀子によりお送りいたしました。